合否を決める one word Welcome to 合格チャンネルさあ下の単語であります degree degree 丸いです degree というと普通は程度を意味しますでも今回はちょっと違った意味の丸いでありますさあどんな意味でありましょうかその前に私であります 私が監修及び執筆した対策本でありますさあ言ってみましょうディグリー丸いヒントです「テイクアディグリー」「テイクアディグリー」のような形で言いますまたはマスターズディグリーマスターズディグリーのような形でも言いますでは答え言ってみましょうディグリー学位です テイクアディグリー、この場合のテイクアディグリーの意味は学位を取る学位を取る大学で学位を取るこのように使いますプレゼントのお知らせ英語を勉強しているけど伸びていない受験生相談いたしますまたは第2弾プレゼントのお知らせです合否を決めるワンワードをまとめたプリント動画をプレゼントいたしますどちらも詳しくは概要欄から お子様の英語力をなんとかしたいお父様お母様ご連絡ください。電子書籍好評発売中です。Thank you very much. See you next time.